どうもこんにちは。日本ワインソムリエ西岡由紀です。日進月歩ラジオ第29回の放送となります。ちょっと先週またねお休みしちゃって、ちょっとバタバタしちゃってたんですけど、ちょっと3月がね結構特別バタバタしちゃったんで、4月はですね きちんとちゃんと定期的に更新できるかなというふうに思います。あとですねちょっとだけ告知させていただきますと、4月にですねちょっと大掛かりな動画を2本上げる予定です。なので多分今月は、普通の通常のラジオと大掛かりの本当1時間超えぐらいの動画を2個出す予定です。まあそれはどちらもですね日本のワイナリー関係の動画になりますので、まあ久々に日本ワインソムリエらしい動画がちょっと大掛かりなものがね2つ上がるんで、そちらの方ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。はい。でですね今日は早速本題に入りたいと思うんですけれども、地震についてですね。地震って言ってもアースクエイクじゃないですよ。自分を信じる心、地震ですね。で、こう僕はね、人の人生に大きく左右するものがこの地震っていうものだと思うんですよね。なんか恋愛もよく、自分のことを好きじゃない人を誰が好きになるのみたいなことをね、まあドラマとか、そういうことを言うセリフみたいなものが聞いたことあると思うんですけど、まあ、僕も割とそっちの、考えに、まあ、おおよそ賛同というか、なんかやっぱり自分に自信がない人よりも自分に自信がある人の方がよく映りやすい。特に男性ですね。男性で自信がない人がモテてるってあんま見たことないんですよ。でもちろん自信って過剰だと慢心になるので、あんまりね良くない部分もあるんですけど、適度な自信っていうのはすごく人生を豊かにすると思っています。以前にですね自己肯定感っていうのはすごく大事だと、自己肯定感が、まあ、自尊心か、あの時言った言葉で言うと自尊心を大切にしている人ほど人のことを優しくできるし、自分の人生を豊かにする力を持っているっていう話を多分過去にしてるんですけども、まあ、それと自信っていう部分は結構直結するのかなというふうに思います。でなんかね、まあ何をもって成功とするのかっていうのは人それぞれなんですけど、一般的に言う成功してる人っていうのはやっぱり最初成功するまでの間ってまあ自信、本当の意味の自信ってないと思うんですけど、でもなんかねよく言う根拠のない自信みたいなものがあって、それによってこう挑戦もできるし失敗も恐れないし、周りのことも気にせずにどんどん自分のね自分の信じてる道に突き進んだ結果、その先に成功があると思っているんで、自信がですね、まあ、一つのくらましになって、そのある意味鈍感力を生み出して、だからこそ挑戦できるみたいなことってあると思うんですよ。で逆にね、自信があることがいいってことはまあある程度みんな分かってるじゃないですか。で多分これを聞いてる人の中にも、いや私は自信ないな、俺は自信ないなって思ってる人いると思うんですよ。でそれはね、自信がある人へのなんか遠い存在としての憧れみたいなものを持ってる人結構多いんですけど、結構紙一重の意識の改革で変えられると思ってます。まあその自信のない自分が自信のある自分に変わるための克服方法みたいなところっていうのはちょっと後半の方にお話ししたいなと思うんですけど、まずね自信がない人の特徴をねちょっとこう言っていきたいなと思うんですよ。結構当てはまる人がいたら、あ、私のことだ、俺のことだっていう風に少しでもね思ってもらえるといいと思うんですけども、まずまあ分かりやすいところで言うとネガティブですよね。で自己肯定感が低かったりとか、誰を信用していいか、その自分の判断基準が分からないから人のことを信用できないとか、あとはちゃんとした準備ができないと行動ができないので、あらゆることに対して完璧主義者だから妥協ができないですね。で失敗を恐れてしまって挑戦ができない、それによって行動力が不足してしまうみたいなことがあると思います。あとはまあ周囲の評価をすごく気にして、そのせいでこう変なやつって思われたらどうしようということで自己主張ができない。あとね、一方的な説教をする人これね、自信がある人の行動に思えて実はそんなことなくて、なんかねやっぱ自信がある人っていうのはそんなね一方的にお前はダメ人間だダメ人間だみたいな、俺みたいになれみたいな、そんなことね言わないと思ってて、まあ過去に僕の、上司の人も割とそういうことを言う人いたし、昨日実はですねお客さんの中でもね、俺は勝ち組で
お前は早く俺のとこまで来いみたいなこと言ってる人がいてお客さんでね、おいおいおい大丈夫この人って思ったんですけど、まあ、そういう説教を一方的にしちゃう人っていうのはやっぱり自分がすごいんだぞ大きく見せたい人が多いんで、だからあれですよ、クジャクみたいな、俺は大きいんだぞってこう全力で広げて相手をこう、まあなんか言い方悪いけど萎縮させたりするっていう、だからそういう人ってね自慢話が多いんですよ。自慢話が多い人っていうのは大体本当の意味の自信がないんですよ。多分ね聞くといや俺自信あるよって言うんだけど、そんな自信が本当にある人っていうのは勝手に人生そのものが自慢になるので言われなくてもそんなね口でね俺すごいんだぜ俺こんなことやったんだぜやんなくていいですワイン関係者もワイン関係者っていうかワインラバーのワイン愛好家かあんまりそれしない方がいいんじゃないかなと。ワインの知識をひきらかすよりもさりげない時に見えるワインの知識の方がかっこいいしねっていう風に思ったりします。だからなんかお説教とかその能書きが多いイメージ、僕こんなこと知ってます、私こんなこと知ってます、なんでそんなことも知らないんですかみたいなことを言っちゃう人っていうのはやっぱそういうちょっと自分に自信がない人なんじゃないかなと思います、潜在意識的に。あともっとねシンプルなところで言うと、まあ女性とかだったら例えば化粧が濃くなってしまう、濃くなりがちだったりとか、ファッションが派手になりすぎてるとか、あとはこれよく僕言うんですけど荷物が多い、自信がない人はこういうことが起こったらどうしよう、こういうことが起こったらどうしよう、じゃあこれも入れとこう、これも入れとこうって言ってバッグが大きくなって荷物が多くなる、それはねすごく特徴的にあると思います。あとやっぱ周りに気を使いすぎ、まあ気を使うことは大事なんですけど、まあ、気を使いすぎても疲れちゃうじゃないですか。ある程度はなんていうんですかね、さっきのだから完璧主義者ともつながってくるんですけど、ある程度なんだろう70点80点ぐらいのコミュニケーションを取ってて、その後の 2,30 点を埋めないと成り立たないのは人間関係って別にいらなくないっていうぐらいのこう割り切りみたいなものがないから、こう気を使いすぎちゃって本当に大事なものが自分の手元からこぼれ落ちてしまうみたいなことってあると思うんですよ。だから完璧主義者になっちゃうから完璧以外のものがダメになっちゃうみたいなことってあるのかなっていうふうに思いますね。あとは即断即決ができない、だからよく優柔不断ってことですね。優柔不断な人もこの選択で間違っちゃったらどうしよう、ミスっちゃったらどうしようっていう、さっきのなんか失敗を恐れる、挑戦しづらいようなマインドになってしまいがちなんで即断即決ができない。でも世の中結構即断即決しないと次に進まないこととかってあるし、他の人に取られちゃうことってあるし、例えば仕事とかだったらね、ちょっと考えますって言った間にそのチャンスが失われちゃったりとか全然あると思うんで、それはやっぱもったいないですよね。あとは SNS とかで言うと、まあさっきの化粧が濃いと似てるかもしれないけど、加工がギッツギツ、誰ですかこの人みたいな、そういう加工をしてる人はまあ自信ないんだろうなって思いますよね。だって自信あったら私の素のね無加工でこれを見てくださいってやればいいじゃないですか。だから加工が多い人も自信がないんじゃないかなっていうふうに思います。であとはインスタでめちゃめちゃ私充実してますっていう投稿しがちなんかちょっと待って、喋っててなんか自分がすごい性格悪いやつに見えてきたな。まあいいや、まあ、とりあえず、まあ、僕は思ったことを言っていかなきゃいけない人間だと自分でも思ってるんで、今言ったことに嘘偽りはないんですよ。結局、まあ、本当に自信がないかどうかは別として、自信がない人がやりがちな、まあ、行動だったり思考だったりっていうのが今列挙した要素かなというふうに思います。だから僕はね今こう列挙したものの中で、まあ、自分が当てはまりそうだなって思うところで言うと、まあ、人を信用しづらいっていうのはちょっとあるかな。あとはまあ周囲の評価を気にするっていうのも最低限は気にするけど、ある程度のところ以上のものは気にしないし、あとはちょっと自分には全く当てはまらない要素かなって思います。だから改めてこうやって列挙すると、やっぱり僕は自分に自信があるタイプの人間なんだなっていうふうに思いますね。でもこれはなんかそれをだからすごいだろうって意味じゃなくて、自分ももともとはこっちの
今列挙したものの半分ぐらいは、当てはまるような人間だったんですよ。本当ね、10代とか20代前半とかは、例えば人は信用しないもそうだし、結構完璧主義者で妥協できない部分もあったし、挑戦なんか失敗を恐れて挑戦しない面もあったし、あとね、周囲の評価をすごく気にする子だったんですよ、僕も。あとは大学生の時は結構ファッションもなんか頑張んなきゃなって気持ちあったし、あと気も使いすぎたし、即断即決もなかなか できないようなタイプだったんですよ。僕は何が言いたいかというと、もともと僕もそういう人間だったけど、なんかそういうことやってても意味なくないとか思って、なんかもっと自分の人生を豊かにするためには何をしたらいいんだろうっていう、そのいるものといらないものってこう分けるとしたら、この考え方いらないなとか、この考え方必要だなとか、そういうのをなんか自分の中で、まあ自分の中でリズメして、簡単に言うと、なりたい自分になるためにはどういう選択をしていったらいいのかっていうところをなんとなく自分の中で分析して、こういうことはしない、こういうことは頑張ってでもするみたいな、そういう取捨選択をすごくした覚えがあって、でもう完全に自分は何て言うんだろうな、そういう、そういうネガティブな思考にとらわれない、そういう人生を歩めてるなって思い始めたのが30過ぎたぐらいですね。もうそのぐらいから、まあ多分もともとそういうなんだろうな、素養みたいなのはあったとは思うんですよ。なんか親からは結構、まあ天才とまでは言わないけど、うちの子すごいみたいな感じの扱いを受けて育った部分もあるんで、まあ、結構その自信がない人の結構一番多いのが、親から否定されてた人が多かったりとか、あとは逆にこう過保護すぎて自分で考えたり自分で行動しないと何か人生を切り開けないみたいな子供の時代を過ごしてない人っていうのが多いイメージなんですよ。要は親が何でも与えちゃう、もう、まあ、お金だけじゃなくて、選択肢やら何やらかんやら全部用意して、はい、あなたはこの上を安全に歩いてさえくれれば将来明るいですよみたいな道レールを敷かれてしまうと、自分で考えたり自分で行動したりして何かをこう打開していく力みたいなものがやっぱ養われないので、そうすると自分の力による成功体験みたいなものが生まれないので、まあそういうちょっとこう自分に自信がない人になっちゃうのかなっていうふうに思ったりとか、あとまあ親から否定は分かりやすいですよね。やっぱり自分はなんでそんなに親に怒られるんだろう、なんで親はこんなに私のことを否定するんだろうって思った人は、やっぱり自分に自信を持つことは難しいわけですよ。やっぱ家庭環境って結構大事だったりとか、あとはまあ世の中の社会と触れ合う部分で言うと、やっぱ僕ね、競争ってすごく大事だと思ってて、自分の せめてね、得意分野とかは誰かよりも上に行きたいとか、そういう競争で勝つ努力っていうのをしたことがあるかないかっていうので、自分の磨く作業でこれがあったかなかったかってすごく自分の自信にとって大きいと思うんですよ。時にはね、挫折とか困難とかと向き合ったりとかっていうことがあるけど、それが悔しいって思ったり、でそれが逆に挽回できた時とか、何か成し遂げた時に達成感を味わったことがあるっていう、そういう経験っていうのを子供の頃から、まあせめて学生の頃から味わった経験がある人とない人だと、やっぱね、自己肯定感も変わってくると思うんですよ。昔プロ野球の監督をやってた野村監督ってね、僕よく野村監督の語録みたいなね、名言みたいなものを紹介することが多いんですけど、僕の野村監督の言葉で確かにってすごく20代の頃に思ったのが、心配って言葉あるじゃないですか。心配、こうなったらどうしよう、ああなったらどうしよう、結果が出なかったらどうしようとか、そういう心配ってあるじゃないですか。心配っていうのは行動の不足から生まれるものだみたいなことを言ってたんですよ。いや確かにそうだなと。例えば会社でプレゼンがありますと、でもそのプレゼンが準備が全然完璧じゃない時ってやっぱ不安だし心配じゃないですか。でもめちゃくちゃ練習してプレゼン資料も完璧で、もうこれはどんだけつつかれてももう全部パンって返せる自信があるっていうようなプレゼンだったら、緊張はしても心配はしないじゃないですか。だからどれだけ準備をしたか、要はどれだけ行動したかっていうので心配っていうのは消せるわけですよ。だからもともと生まれ持って最初から生まれた瞬間から自信がない人っていないんですよ。外的要因で何かしらの
過剰に何かをされたり、逆に何かが足りなかったりして自分の自信っていうのを失って、物心ついて大人になって、それをまだ今も自信ないまま、自信ない私、自信ない俺でいるみたいな人たちなんですよ。今これを聞いて、あ、自分のことだなってもし思ってる人がいたとしたら、生まれながらに自信がなかった人なんていないんですよ。子供の本当に1歳2歳とかの子とかをね、見てると、みんな自信満々に行動バンバンやって、ムカつくことがあったら全力で泣いて、なんで分かってくれないんだよってやってるじゃないですか。まあ、あれをやれとは言わないけど、何かの体験、何かこう外的要因によって、だんだんその奔放に生きれてた子供が、その奔放さを失って、まあ、おとなしい言い方をすると、大人になってってしまうっていう。おとなしいって、大人って書くじゃないですか。で、おとなしいって、まあ、場合によってはすごくいい言葉なんだけど、時にはね、おとなしさゆえに弱いところが出てきてしまうことってあると思うんで、こう、例えばじゃあ、ね、夢とか分かりやすいですよね。子供ってすごく無茶な夢を言うけど、だんだんそれがじゃあ中学生、高校生、大学生となっていくにつれて、将来の夢っていうのがなんかすごく現実に沿ったものに変わっていく。これってやっぱり現実を知っていく、自分のことを知っていく、で自信がない人だったらどんどんその現実路線に落ちていく、スピードが上がっていくし、そういうふうに人生、その成人するまで、社会に出るまでにある程度自信がある人と自信がない人みたいに分かれてしまうんですよ。でもじゃあ手遅れですっていう話じゃなくて、僕が言ってたように、さっき僕が自分の意識一つで変えられるっていうのは、もちろん僕と同じことをすればみんな変えられるわけではないけど、僕と同じように、だけどその人に合った何かしらの自分の見つめ直し方だったり、行動の変化だったり、自分をコントロールするやり方を変えたりすることによって、自信って今からでも作れると思います。なのでそれをね、もし自信ない人はやってほしいと思う。で、克服する方法っていうのは、僕はね、まあ大きく5つあると思ってて、まず1つ目が、まず自分を理解しなきゃいけないんですよ。で、自分の思ってる感情とか、自分がやりたいこととかやりたくないこととか、全部もう紙に書き出した方がいい。紙に書いて、意外とその書いてる時は思わないんだけど、それね、1年後とかに見ると面白かったりするんですよ。あ、そういえば俺これやりたくないって書いてたな、あ、俺これやりたいって言ってたのに、これに向かって何か行動一つもしてないなとかって1年後に分かったりするんですよ。僕だから、自分が自信持てるようになったきっかけって、手帳に全てのことを書き始めたしばらく経ってからなんですよね。GMO の熊谷さんっていうね、人が書いた一冊の手帳で夢を叶えるみたいな感じの雰囲気のタイトルの本があったんですけど、僕それ人生で本当に一冊目か二冊目か三冊目ぐらいに読んだビジネス書なんですけど、23歳ぐらいの時かな、社会人出てすぐぐらいに読んだんですよ。で、それを読んで、あ、自分はなんか、どちらかというと頭悪いタイプではないけど、頭の中で全然整理できてないなみたいなことを整理するためにも、こういう手帳とかをうまく使ってやっていかなきゃなと思って、すっごく毎日いろいろ書いてたんですよ。本当書くことなくても紙を埋めるために書くみたいな。で、それをたまに振り返るんですよ。そうすると過去の自分とまたもう一回出会えるんですよ。僕がだからいつも言う、僕の、判断基準とかいろんな行動指針の一つに、過去の自分に恥ずかしくないかっていうものがあるって話したことあると思うんですけど、ラジオ聞いてる人はね、何回も聞いてる話だと思うんですけど、手帳って簡単にそれができるんですよ。1年前に思ってたことが可視化されるんで、1年前の自分ともう一回お話ができるんですよ。なんか言い方気持ち悪いけどそう、お話ができるわけですよ。あ、そういえばこういうこと思ってたなとか、こういうことをやろうと思ってたのに全然できてないなみたいなことを、まあ反省したり、逆にね、あ、これ思ったように行動できるなって思ったりとか、こう要は自分との対話を紙を通してできるんですよ。それは過去の自分もそうだけど、今現状書いてたら今の自分と会話できてるわけですよ。だからそれによって自分の理解が深まるんです。まずそれが一つで、二つ目が成功体験を作るですね。成功体験って作れるんですよ、自分で。
何かすごいことをやらないと成功体験にならないかって言ったらそんなことなくて、本当小さい目標でもいいから立てるんですよ。例えば毎日朝起きれない、本当8時に起きなきゃいけないのにどうしてもズルズル寝てしまって8時半になってしまって、もうギリギリバタバタしながら電車に乗るみたいな人結構いると思うんですけど、例えば1週間絶対に8時に起きるとかね、そういう別にそんな大したことない目標を立ててみるんですよ。で、正直それを達成すれば別に昼寝したっていい、昼寝できる環境があるなら。とにかく8時に絶対起きて、もう起き上がって行動し始めて、とりあえず1週間続けて、よし1週間達成したぜイエーイみたいな、で自分にご褒美でなんか食べようみたいな、そういうことを本当小さいことっていいからやったらいいと思うんですよ。僕は朝苦手だったんですけど、サラリーマン時代にやってたことが、朝苦手だからギリギリまで寝ようと思ってしまうと、どうしても本当にバタ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 しちゃって余裕のない、でなんか時間に追われたまま出勤して、時間に追われた状態でこう仕事が始まるから、なんか効率悪いなってずっと思ってて、僕は仕事が始まる30分前だか1時間前だか分かんないけど、カフェに行くって決めたんですよ。カフェに行くって決めて、まあマックでもいいしスタバでもいいしタリーズでもいいしドトルでもいいんだけど、そう行くとまず朝ごはんが食べれるわけです。で食べて、でちょっと余裕を持って行動もできる、バタバタしなくて済む、急にトイレ行きたくなっても余裕を持って、やばい今トイレ行ったら遅刻しちゃう、やばいやばいやばいとかじゃなくて、あトイレ行こうってなれるわけです。でこれを始めてからね、すごく一日に余裕ができて、でそのカフェでもですね、僕その手帳をつけ始めた時に、手帳に今日やることを全部書いて整理して、どの順番に処理するかっていうのを全部タスク書いて、でそれを整理して、もう出勤したらすぐそこから取り掛かられるような、そういうマインドにしてから行くみたいな、それにすることによってすごく自分の仕事のやり方とか変わったんですよ。本当大したことない、その30分の時間を作るだけでこんなに人生生活がルーティーンが変わるんだなって実感したんで、そういう1週間とかでもいいから、1週間必ず筋トレをするとかね、本当は10キロ痩せたい人がとりあえず今月中に3キロ痩せよう立ててみるとかね、そういうちょっとした小さい目標を立てて成功体験を積み重ねていくことによって、より大きい目標が立てられるようになって、でそれが達成するともっともっと成功体験が増えて自信につながるかなというふうに思います。で3つ目が、行動する、人に頼らないで自分で行動する癖をつける、うん、例えばまあ自分の休みって家でダラダラしてるだけだなーって思ってる人でも、ちょっと外に出てみようとか、ちょっとなんかこう誘われたあのなんか集まりに行ってみようかなとか、あとはその仕事でもやったことない仕事もちょっとこうやってみよう、挑戦しようみたいな、そういう行動する癖を作っておくと、なんていうんですかね、フットワークが軽くなるんですよね。なんかやっぱり行動しなければしないほど大事な時に行動が出遅れるんで、行動するって結構ね一番難しいんですけど、なんかね迷うことがあるじゃないですか。例えばこれをやったらいいのかやらない方がいいのかって、でもしどっちにもメリットデメリット、もうほんと 50-50 だなって思ったら行動する方を選ぶっていうような癖をつけると行動ってしやすくなるんで、迷ってるってことはどっちでもいいわけじゃないですか。でどっちの方がじゃあ行動的なのか行動しない方なのかって考えた時に、行動する方を選択するっていう癖をつけると、僕は行動がしやすくなる、行動がしやすい人間になれるんじゃないかなと思います。これもね、野球の監督をやってた星野監督が言ってたんですよ。迷ったら進めって。でもちろん迷ったら進めを指針にしすぎて、本当はステイした方がいい判断を、何でもかんでも迷ったら進め迷ったら進めってやっちゃうと、それはそれで違うんだけど、でも本当にどっちでもいいなとか若干こっちかなとかっていうぐらいのこう僅差の時は行動した方が経験になるし、仮に失敗したとしてもその失敗っていうのは未来の成功の材料だと思えば、それはもう失敗じゃなくなるわけですよ。失敗ってなんかはいブーって感じがするじゃないですか、失敗って聞くと。だけど失敗って絶対将来生きるじゃないですか、まあ、こんなのみんな言葉ではわかるんだけど、
行動するときにはなかなか分かんないんですよ。で、行動する前に、まあこれ最悪ダメだったとしても、なんか将来に生きる体験になればいいかぐらいの楽観的な形で、まあ、行動できる癖っていうのをつけれるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。で、四つ目がですね、人の話を聞くです。結局ね、いくら自信が大事って言ったって、自分の考えだけで世の中に渡っていこうなんて、そんなね、そんなイージーじゃないんですよ、この世の中は。てか逆に自分の考えだけでやっていける人はいるかもしれないけど、でも結局人と関わることが必須だし、仕事をする上でね。いろんな価値観とか、いろんな人の考え方に触れることによって、例えば、自分はこうだ。これは変えられない。だけど、世の中の人ってこう考えるんだなっていう、世の中の平均とか、多数派というかの意見みたいなことに触れて、世の中はこういう考えの人が多い。でも自分はこういう考え方の、それは変えられない。その、世の中の他人の価値観と自分の価値観の比較をすることって、僕すごく大事だと思ってて、僕も結構ね、このラジオを通じて自分の自己主張、自分の考えをバーって言ってるけど、僕一個自信があるのが、人の、大衆の人がどれを選ぶかっていうところを、結構わかる自信があるんですよ。てかね、それないとね、例えばお店をやるにしたって、俺はこれがうまいと思ってるんだって、すっごいマニアックな料理出したところで食べてくれる人がいないわけですよ。俺がこういう接客がいいんだって言ったって、その接客を満足してくれる人がいなかったら意味ないわけじゃないですか。だから、多くの人は何がいいと思ってるのか、何が良くないと思ってるのか、みたいな価値観に触れることも大事だし、その価値観に触れることによって自分の価値観も、あ、なんか自分はこういつも思ってたけど、こんだけの人がこういうふうに思ってるっていう考えを聞くと、自分も考えを改めた方がいいかもしれないって言って、自分の考え方もいい方に改善するかもしれない。あ、もちろんね、悪い方に流されちゃうみたいなこともあり得るんだけど、そこはやっぱ自分の考えときちんと向き合うことによって、変えるべきものなのか変えないべきものなのかみたいな、そこの精査も含めて大事なことかなと思います。人の話を聞くっていうのが、で、5つ目ですね。この5つ目までもしできるようになったら、もう自信のある人間には慣れてますね。僕ね、自信がある人とない人の一番の差ってここにあると思います。5つ目は発言するです。やっぱね、発言をするっていうのって自信がないとできないんですよ。なんでかっていうと、なんか発言すると、その発言が自分をですね、まあ、時に縛ることになったり、責任を持つことになるんですよ。例えば僕は、嘘をつきませんって発言することによって、こいつは本当に嘘つかないのかなっていう目で見られたりとか、言葉って結構責任を伴うんですよ。言論の自由ってあるじゃないですか、法律でも。自由なんだけど、その言葉を自由だから何言ってもいいわけじゃなくて、法律的には何言ってもいいですよ。だけど、それを言うことによって、どう思われるかとか、周りの見方が変わるわけですよ。発言によって。だから、逆に、発言、自分の考えとか、いろんなことをアウトプットすることっていうのは、自分の考え方を整理することにもつながるし、僕はこういう人間です。なので、あなたたちも僕のことこういう人間だと思ってくださいっていう宣言にもなったりするんですよ。でもそれって、なかなか簡単じゃないと思うんですよ。僕ももともと発言苦手な、まあ、ちょっと想像つかないかもしれないですけど、皆さんからしたらなかなかで発言できないかったんですよ。発言できてる意識は自分の中になかったんですよ。周りから見たら、もしかしたら、いや、西岡くんは昔からそういうのバンバン言うタイプだったよって言われる可能性全然あるんですけど、僕の中では例えば100言いたいものを30とかにしてた時代があるわけですよ。だから発言するって意外と難しい。さっきの自分を理解するとか、小さな目標を立てるとか、行動するっていうのは一人でできるんだけど、人の話を聞くはまず相手がいないとできないし、発言するっていうのは相手がいて、なおかつ自分の中での発言を責任を伴うものとしてアウトプットするっていうのが、やっぱ一番ハードルが高いわけです。相手がいて、自分にもそこそこの自信がないといけない、もしくはその自信とまでいかなくても、そのリスクを背負う覚悟みたいなものが必要だって思ってしまうね、ネガティブだと特に。だけど俺はこういう人間なんで、別に僕のこと嫌いな人はもうしょうがないですね。
この考え方に賛同してくれる人だけ僕の周りにいてくれればいいです。だってその人たちがいてくれれば僕幸せですもんぐらいの割り切りができるようになると発言を選ばないすごいなんか自分を正当化してる感じに聞こえるかもしれないけど、でもなんかこうやって言うとすごく変わってるとか、自己主張が強いなんか人間だっていう風に思われると思うんですけど、逆に言うとそれだけ変なことを言ってないぞっていう自信があるからこそできる手法なんで、さっきのだから1から4までの自分を理解して成功体験を積んで、で行動することによってまたさらに成功体験が増えて、人の話も聞くことによっていろんな人の価値観に触れて自分の現在地とか周りから見た自分とかも分かるようになってくれば、おのずと発言しやすくなると思います。だって何が受けて何が嫌われてとか分かった上で発言できてるわけだから、大きな失敗はないはずなんですよ。逆にこんな普通のことを言っても、こんな自分の中で当たり前のことを言っても、なんかこの発言をすることによってなんか嫌われちゃうんだったらもうしょうがないなぐらいの割り切りができたら最強だと思いません？でもちろんそこまでいった結果なんか裸の王様になっちゃったみたいな人っていると思うんだけど、それは多分周りの価値観と自分の立ち位置みたいなのを完全に見誤ったりとか、自分のことを間違った形で肯定してるだけの話なので、正しい形でできてるかどうかっていうのはある程度周りを見ればわかると思います。これもよく言うんですけど、綺麗な花の周りには蝶が舞い、汚い糞の周りにはハエが舞うっていう言葉があるんですよ。ちょっと一言一句一緒ではないと思うんですけど、要は自分の周りにいい人ばっかだったら、それはいい人ばっかだなって、ラッキーだなっていう部分も別に本人は感じていいんだけど、周りにすごいいい人たちばっかだと自分もちゃんと綺麗な花に慣れてるのかなっていう一つの自負として持っていいと思うんですよ。逆に俺は周りに恵まれてない、本当に周りクソばっかみたいな感じで思ってる人は自分自身が汚いクソなんですよ。汚い糞なんですよ。周りが入り見えるってことは糞なんですよ。そこが一つの基準かなと思います。いくら自信を持っても周りがハエだったら意味ないわけですよ。俺うんちだけど何がいけねえんだよみたいな感じってもうただのやばいやつじゃないですか。でも周りにちゃんと綺麗な蝶が舞ってるなって思える人は、あ、やっぱり自分の行動って間違ってなかったんだなって、周りに感謝しながら自分をちゃんと褒めてあげるっていうことがバランスよくできるのかなっていうふうに思うんで、そういう形でなんか自分の立ち位置とか周りからどう見えてるのかっていうところをなんか見定めながら自分と向き合うことがすごくやっぱ詰まるところ大事かなっていうふうに思います。はい、今日ちょっと長めになっちゃいましたけども、すごく大事な話を僕はしたような気がします。はい、この話がどれぐらいの人に響くのかは分かりませんけど、結構お店をやっていていろんな人から相談を受けるんですよ。で僕これ、ね、面白いのがこのラジオを始めてから相談される割合が増えたんですよね。で面白いのがうちの店って遅い時間結構混むんですよ。で混んでる時って相談しづらいじゃないですか。だからね、早い時間に一人でふわーって来て相談なんですけどっていう人が増えたんですよこれもね面白いんですけど、僕は相談受けることは全然ウェルカムなんですよ。それはなんか自分の人生だけじゃなくて人の人生のこともちゃんと感情移入して考えることによって自分の経験にもなるんですよ。でプラスあらゆる悩みに対して僕なりに返せる、自信もあるので、少しでもねなんかお役に立てたらなと思います。ただ僕は、ダメなことはダメって言うけど、なんかポジティブな選択をするときに絶対こっちの方がいいよっていうアドバイスは基本しないです。ただ一番大事なのはその本人が納得して選ぶことが一番大事なんで、そういう風なヒアリングとかしながら、時には個人的にはこっちの方がいいかなとは思うけどどっちでもいいんじゃないかなとかっていうような意見を言ったりとかしながら、まあ、相談を受けてるって感じですね。だから僕もなんかいろんな相談を受けることによって自分の考えが整理することもあるし、そこはなんか変に気負いせず気軽に相談しに来てほしいなっていうふうに思いますなんかそう最近なんかそういうのが多すぎて
なんかそういうサブスク始めたらとか言われてるぐらいの感じなんですけど、まあ今のところその予定はないですけど、はい。まあでもいろんな人のね、このラジオもそうですけど、直接相談する人にも含め、いろんな人のね、その思考に触れて、いろんな人に僕の考えを一応お伝えして、まあ僕の考えっていうか、僕の考え方ですね。僕の場合、いつも大体伝えるのは。僕の場合はこういうふうに考えてやりますけど、あなたにとってそういう考え方をしたらどっちですか？みたいな感じの話をするかなっていう感じなんで、まあ、正解は大体ないんですよね。本人がどれを納得して選ぶかなんで、はい。という感じで、まあ、自信は大事だけど、持ちすぎても微妙だし、ないとないで辛いよねっていう。程よく自分の人生を豊かにするためには、自信っていうのはある程度必要だよっていうお話をさせていただきました。はい。結構こういう、ちょっと芯を食った風の話をすると、ちょっとあの話刺さりすぎましたっていう感想をいただくことがあるんですけど、今回もそういう動画になってくれているといいかなと思います。別にみんなを刺したいわけじゃなくて、でも、どうせ聞いてもらうんだったら、刺さるような喋り方をしなきゃいけないと思うし、だからね、時にはちょっとこうグサってくるようなことも僕はあえて言ってますけど、それによってこういい方向に変えるきっかけにもしなれたんだったら僕は嬉しいし、別に聞き流して、ああそういう考え方もあるよねって聞き流してくれても僕は全然いいんで、これね、頼まれて出してる動画じゃないんで、皆さんの受け取り方次第で、捨てるも拾うも、自由なんで、ただ僕は思いとしては皆さんの人生の何かのきっかけになったら嬉しいなぐらいの感覚なんで、過剰な批判も受け付けませんし、過剰な賛同も無理していただかなくても大丈夫です。はい。気楽にこれからも続けていきたいと思います。はい。というわけで前回の動画のコメントを読んで終わりたいなと思います。前回は先入観は悪なのかっていう話ですね。先入観を、どう持たないようにするか、ある程度持つことは許容しても、相手に与える先入観はどうかっていう話でしたね。はい。フランスワインマウントおじさんですね。赤ワインも白ワインもブラインドグラスで飲むと赤なのか白なのか分からなく時もあるわけで、これもある種の先入観ですよね。あ、フランスワインマウントおじさんレボリューションだよ。レボリューションついちゃったよ。そうですね。真っ黒の、透過性のないグラスに赤ワイン入れたり白ワイン入れたりすると、こう赤なのかも白なのかも分からないらしいんですよ。ちょっと僕やったことないんですけど、うん、それも一つの先入観ですね。やっぱ視覚で見てる部分ってあるかなって思います。それと近いのが、だから料理も、盛り付けが綺麗な料理と盛り付け超雑にした料理、全く同じ調理方法で盛り付けが変えただけで味って変わると思うんでね、それと近いのかなって思います。ところでミスター西大岡は逆に海外のワインを飲んでこれ日本ワインっぽいなぁと感じたことはありますか？もしあればどんなワインだったか教えてほしい。ヨウセイガー、あ、ヨウセイナツガーか、胸を刺激する。はい、あ、なるほど、レボリューションとここで関わってんのか。なんかボケが雑になってきてるなぁ、フランスワインマウントおじさん。まあいいでしょう。そうね、日本ワインっぽいなーって感じるのは、イタリアのソワベ、ブドウで言うとガルガネガ、あれを飲んだ時には、あ、甲州と似てるなーって思ったりとか、あとは、結構ブルゴーニュのシャルドネとか飲んだ時に、あ、なんか日本でもこういうシャルドネあるなーって思うこともあるし、だから海外の結構優しい系の味のもの、でもなんかポテンシャルはあるよねみたいな、そういう系のワインはなんか日本のワインとしてもあってもおかしくないなみたいなものはあるなと思います。だからそういうワインをね、集めてどれが日本ワインでしょうみたいな、昔跳ねるの扉って番組あったじゃないですか。あれのどれが100均のものでしょうみたいなあったと思うんですけど、あれの日本ワインバージョン、日本ワインと海外のワインでどれが日本のワインでしょう問題やっても面白いかなっていうふうに思ったことはあります。ちょっと YouTube の企画でやってみようかな。なんかソムリエ集めて、どれが日本ワインでしょうみたいな。これは日本ワインですみたいな。ピーみたいな。海外のでしたドヒャーみたいな。うん、それも面白いかもしれないですね。はい。コメントありがとうございます。
久美子さん、いつもありがとうございます。先入観は大いにありますよ。だって見た目って大事ですもん。あ、絶対ですもん。ワインにしてもエチケットのデザイン、これは大事。あとブラインドテイスティング、透明のグラスだと、あ、これは赤だからとか白だからとか色がヒントになるけど、ブラックグラスだと赤も白も間違ってしまうみたいですね。おお、これ同じ話ですね。自分自身を振り返ると、今までも誤解を与える言動によって変な先入観を与えてしまったなと思ったことが何度もあるので、気をつけないとです。そうですね。いや本当、だからさっきの自信の話と、まあ、直結する部分もあるんだと思いますよ。その要はやっぱ発言っていうものはリスクとしては、そういう先入観を与えてしまうっていうことがあるので、やっぱ誤解を与える言動行動っていうのはゼロにするのは無理だけど、ある程度視野に入れながら、どの選択をして行動するか発言するかっていうのは大事かなというふうに思ったりしますね。で、あとこのワインのエチケットの話、これ結構僕も大事だなと思ってて、もともと広告系の仕事をやってたっていうのもあるかもしれないんですけど、例えば居酒屋さんとか飲食店のロゴって僕結構見るんですよ。すっごいダサいロゴだとね、店に入る気しないんですよ。なんかこのロゴを選んでるってことは、なんか中の何かもダサいんじゃないかなっていう、やっぱね、それも先入観なんですよ。ロゴが割とちゃんとしたものを使ってるところっていうのは、あ、このロゴを使ってるってことは、じゃあお皿とか盛り付けとかもセンスあるんじゃないかなみたいな期待感が持てるんですよね。だからロゴとか外観とかって、なんか職人気質の料理人とかからしたら、いや関係ねえよ、うまいもん作ればいいんだよって思うかもしれないけど、まず入ろうとか興味を持つっていうところで言うと、めちゃくちゃ大事なんですよね。だからワインのエチケットも、やっぱすごいダサい、まあ逆にダサさが緩くていいみたいなデザインもあるから、こう一概にこういうのがいいとかってわけじゃないんだけど、でもなんかワインどっちにしようかなって時に、やっぱかっこいいデザインとか、自分が好きななんか可愛いテイストのイラストだったりとか、よくね、女性の人は、あ、このエチケット可愛い、こっちにしますみたいな、うちのグラス飲む時にね、いう人も多いし、それは結構あるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、先入観もそういうのはあるかもしれない。そう考えたら、なんか広告とかって先入観をいかにコントロールしてるかみたいなところはあるかもしれないですよね。うん、それはすごい思いました。コメントありがとうございます。はい、というわけで、今週もね、ちょっと長々とお話してしまいましたが、なんか最近の自分のラジオの中では結構大事なシンクった話ができたんじゃないかなと自分的には思ってるんですけど、まあ、皆さんの感想をね、楽しみにしたいなと思います。というわけで、第29回日進月歩ラジオ、自信の大切さ、あとは自信を持てる人間には今からでもなれるのかみたいな話をさせていただきました。少しでもね、人生が豊かになるような考え方を、まあ、1ミリでも2ミリでもインストールできたらいいなという気持ちでお話しさせていただきました。ぜひコメント感想お待ちしておりますので、よろしくお願いします。あと、ずっとこれ言ってなかったですけど、チャンネル登録高評価お願いします。それでは。